さんのアイテムリストに新たな装備を追加しておいた。見た目は電気カミソリだが強力で。誰かいる、誰かいる。ええ、後ろから一発風穴開けてやったよ。さらにここにも一人。ああ、背中に風穴開けてやったわ。気づかなかったのか、あいつはそこ目の前で仲間が撃たれたんだけどな。えい、山いいぞ。メイユはドラゴンに食わせろって言ってたけど、そのドラゴンは使ったのか。クソジジイ、よーし逃げろ。あ、痛い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 。うわわわ、こんな近くにいたか。わわわわわわ、まった。やつはマシンが撃ってる。ここから狙えるか。よいしょ、あまー、よーし、いいぞ。その部屋ってのはどこだ。あったー、金庫ここにあったわ。金庫発見したよ。おいおい、どっか行くな、死ね。気が立ってんだよこっちは。わけわかんねえマジで。お前金庫の場所を複雑なとこにしやがって。俺わかんなかっただろ。俺にはわかんなかったよ。どこだ。違う、こっちじゃない。しかも HP やばい。こっちだ。もう行くところは分かってるよ。分かってる。よし。で、ここと。オッケー。さあ、ちょっとしたボスじゃないの？忍者を倒せ、やっぱり。お待たせ。ちょっと金庫の位置がちょっと分かんなかったよ俺。来た来た、忍者来ました。こいつ頭打ったら死ぬんじゃないかな。気をつけろボンド。いや行こう。あー、やられた。へい、頭打てば死ぬのよ、忍者でも。はぁ、あはぁ、よかった。早かったわ。うわぁ。払った犠牲は大きい。コードキーがあれば、ナイトファイヤーにたどり着ける。東京のフェニックスビルだ。東京？メインコンピューターへのパスワードは、アクターバーンだ。データは、ここにあるんじゃなかったのか。何にでも保険は必要だ。少しは効果があったろう。少しばかり手間取ったわ。メイヒュー、私が必ずドレイクに復讐するわ。マキコ、ここは危険だ。一緒に行こう。あ、遺体は放置プレート。よし、セイブー。ちょっと金庫はね難しかった。ナイトシフトか。次、コードキーとパスワードでフェニックスのメインコンピューターにアクセスできるはずだけど、あのビルの警備は厳重よ。正しい道具があればどこでも侵入できるさ。お前さんが大活躍の間、こっちも大忙しだった。アイテムリストに新兵器をいくつか追加しておいた。警備員を眠らせるには麻酔ダーツだ。音も電子、相手を殺すこともない。解読装置はコンピューター、キーパッド、エレベーターコントロールなどをハックできる。そして Q ウイルス。 Q、上品に言えないのか。このウイルスを端末から侵入させれば MI6 で敵のシステムをモニタリングできるようになる。
できれば無傷で返してほしいんだ。お前さんにはそれは期待できんな。以上だ。ジェームズ、急いで。30分で警備員が交代するわ。毎回ジェームズぶっ壊すからな。何でもかんでも壊し屋だからな。おい、画質が接触が悪い。ジェームズ、ロビーに上がってメインタワーに通じるエレベーターを探して。オッケー。私は下で見張ってるわ。何かあれば知らせる。何があっても絶対に一般市民から死傷者を出さないように。 Q から受け取った麻酔ダーツを使って。いいわね。麻酔銃か。殺さずってやつか。殴ってはいいのか。よし。Q ウィルスをインストール。W7、お前さんのメガネを使えばレーザー網が見えることを忘れるなよ。おいおい、危ない。アラーム鳴らされなかったか。大丈夫か、大丈夫か。ギリギリだったか。どのコンピューターだ。ギリギリだったな。あれ、どれだ？これではないのか。食堂的な？カフェテリア。このフロアにも監視カメラが設置されておる。カメラの視界には入るなよ。おい、顔面殴っとけ、顔面殴っとけ。そいつが目的のコンピューターのようだな。これか。 Q ウイルスをインストールしろ。 OK、 インストール完了。 OK か。暗証番号だな。解読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 。よし、いいよもう。一発ノックアウト。よし、よし。